ブンブンハロー YouTube どうもまさるです先日パソコン関係で言いますとインテルの第12歳の CPU が発売され下位モデルである Core i5 でさえかなりの高性能ということで今パソコン業界では一番の話題になっていますここで気になるのが AMD の方の次の CPU はどうなるのかということかと思います AMD の次の世代の CPU は ライゼンの第6世代となりますこの第6世代のライゼンについてもいろいろと情報が出ていますので現時点で判明しています次の新型ライゼン第6世代ライゼンにつきましてご紹介したいと思いますまずこの第6世代のライゼンですが具体的に発売を予定している時期としましては2022年秋から2023年初旬にかけてを予定しています ですので残念ながらまだ1年近く発売は先になってしまうという状況になっていますこの第6歳の r y z e n は新たな ZEN4 アーキテクチャを採用し現行モデルと同様ハイスペックなデスクトップ用それからモバイル向けそれぞれが用意される予定ですコードネームにつきましてはデスクトップ用の第6歳 r y z e n につきましてはラファエル。 モバイル用としましては、フェニックス。このようなラファエルとフェニックスというコードネープで現在呼ばれています。ベースとなるアーキテクターにつきましては、現在の Zen3 から大きく進化したメジャーアップデートバージョン、Zen4 が採用されます。なお、今回ご紹介しますのは、この最新の Zen4 を搭載した第6世代ライゼンとなりますが、実はそれまでにもう一つ、 発売を予定している新しいライゼンがあります。そちらはまもなく発売予定。具体的な発売時期としましては、2022年の初旬に登場予定の第5世代となります Zen3 Plus という現在の Zen3 をアップデートしたマイナーアップデートバージョンのアーキテクチャを採用された新しいライゼン。こちらが2022年初旬に登場予定です。おそらくは現在の Zen3 から あまり大きな処理性能の向上というのは見込めないものの、とにかく新しいライゼンを使ってみたいと思っている方にとっては、2022年の秋、全方を搭載した第6世代のライゼンが登場するまで待てないという方は、とりあえず、2022年初日に登場予定の全3プラスを搭載した第5世代のライゼン、そちらを購入するという選択肢もあります。 具体的なイゼンの番につきましてもいろいろと噂はありますが6000番台になるとか7000番台になるとか諸説ありましたが現時点ではまだ確定していませんのでその辺につきましては何とも言えないところではありますとりあえず1000番台の数字が上がるということは間違いないかと思いますさて今回の本題でもあります新しいアーキテクチャ全4を搭載し2022年の 秋以降に登場予定の新しい第6世代のライ e ンについてですが現行の Zen3 を搭載したライ e ンと比べ大きく性能がアップすると言われていますまずは CPU の処理性能に関する部分で最も処理性能に影響を及ぼすクロック周波数こちらにつきましては現行の Zen3 を採用したものと比べ約30%向上するとのことです 現行のライ e ンシリーズはクロック使用数 5GHz を超えることができていませんが次の第6世代のライ e ンではこの 5GHz を超えることができるのではとも言われていますこのように 5GHz の壁を越えパフォーマンスが大幅に向上することができた理由としましては前方では TSMC の5ナノプロセスを活用することさらには IoDAI につきましてもグローバルファンダリーの 14ナノのプロセスを採用していたこれまでのモデルから TSMC の7ナのプロセスに移行することなどこういったことが全体のパフォーマンスの底上げに貢献していますそして第6世代の Ryzen から変わるのは処理性能のアップだけではなくコネクターも変更になる予定ですこれまで Ryzen のコネクターというのは Ryzen 以前の AMD の CPU からそうでしたがソケットホニャララというのが搭載されていました 例えば、現在のライゼンですと、ソケット AM4 というのが採用され、これは何かと言いますと、CPU 側にピンがついたソケットになります。インテルの CPU はこれと真逆で、ピンはマザーボード側についており、CPU の方には接点しかないという構造を採用していましたが、今回、最新のライゼンから、このソケットが排出され、インテルの CPU と同様、LGA タイプ、 マザーボーボドの方にににピンを搭載したタイプに変更になる予定です。これはよく自作ユーザーなどが CPU の交換をする際に CPU グリスとファンが固くくっついてしまいその状態で抜こうとしますとピンが傷んだりピンが完全に抜けてしまったりという現象要はすっぽん現象が発生していましたがインテルの CPU と同様 LGA タイプに変わりますとこういったすっぽん現象もなくなりますので 自作ユーザーザにとととってはとてはも嬉しい変更点となります。ただ全く IntelCP と同じような感じになるかというとそうではなく IntelCP の場合は背面のピンを接触させる部分の中間あたりにコンデンサーなどのパーツが実装されていましたが AMD がこれから採用しようとしている LGA タイプにつきましてはそうではなく反対側 ファンのヒートシンクをくっつける側そちら側に各パーツを実装するとのことですですので見た目的には完全に AMD がこれから採用しようとしています LGA タイプは背面がフラットな構造になる予定ですさて処理性能につきましては先ほど第6歳の Ryzen は 5GHz の壁を越えるのではということをお伝えしましたがもう一つ処理性能に関わる部分としましては 搭載でできるマルチコアのコアアの数、それから TDP す。まずマルチコアのコア数につきましては16コアに据え置きとなる予定です。Intel の最新の12世代の CPU につきましてはパフォーマンスコアそれから E コアなど特性の異なるコアを搭載した関係上ハイパースレッディングなども含みますとコア数がかなり増えていますが AMD がこれから採用する予定の新しい CPU では最大のコア数は16コアに据え置かれますただし TDP につきましては最大 170W まで引き上げることができますので一つ一つのコアの性能が新たな前方を採用し性能が上がっていることを考えますとコア数は16コアに据え置かれたとしてもパフォーマンス自体はアップしますのでその点はそこまで心配はいらないかと思います なお、AMD の CPU と言いますと、こういったパソコンに採用するライ e ンなどもそうですが、それ以外にもサーバー用の CPU なども販売しています。サーバー用につきましてはもっとコア数が多く、64コア搭載されていたり、あと最新モデルではそれ以上のコア数を搭載するとも言われています。ですので、いずれはそのサーバーの技術がパソコン向けの方に転用される可能性はありますので、コア数が足りないという方でも、 次の次の世代ぐらいからはまた一気にコア数が増える可能性はあります。なお TDP の増加特に今お話されています 170W になると言われていますのでこの 170W になると性能的には当然電力的に余裕があり処理性能を大幅に伸ばすことはできるもののデメリットとしましては発熱が多くなってしまうということが挙げられます。 ですので自作ユーザーにとってはこの 170W の新しいライ e ンを使いこなすためにはどのように冷却しなければいけないかということが重要になってきます現在海外サイトなどに掲載されていますリーク情報によりますとこの 170W の新しいライ e ンを駆動するためには水冷クーラーが必須という情報も出ていますので基本的にこの 170W の新しいライ e ンでパソコンを組まれる方というのは もう空冷は諦めた方がいいいかと思います。なお先ほどから新しい第6世代のライ e ンは 170W の TDP とお伝えしていますがこれは全てのモデルが 170W になるという意味ではなくその他にもラインナップはいくつかあり例えば 95W105W120W という TDP のラインナップも用意されます。 位置づけとしましてはこの 170W タイプというのは特別仕様のモデルというような位置づけになりますので基本的に多くの方が買われるのはもっと下のモデル 95W だったり 105W そして 120W そういったモデルを買われてパソコンを作ることになるかと思います当然それらモデルあれば今まで通り空冷によって冷却することも全く問題ありません そして、スペックに関する部分としましてはもう一つ大きなトピックとしてはついに DDR5 に対応というところが挙げられます DDR5 につきましては先日登場した第12歳のインキュール CPU でも正式にサポートされましたが今お忘れになります前方を搭載した新しい Ryzen、第6世代のライ e ンからやっとこちらも DDR5 に対応となります 現在 DDR5 のメモリ自体はなかなか入手しづらい状況が続いておりこれはおそらく2022年初頭につきましてもこの状況というのは変わらないかと思いますので来年秋に登場予定の第6世代の e n その頃にはこの DDR5 のメモリもある程度入手しやすくなっているかと思いますのでまさにちょうどいいタイミングでの発売となりそうです ということで簡単ではありますが以上が今お話されています新しいアーキテクチャ全方を搭載した第6世代 Ryzen の特徴になります具体的な発売時期としましては2022年の秋以降となりますのでまだしばらく先にはなりますがそれまでにも次のマイナーアップデートとなる全3プラスを搭載した Ryzen、 というのが2022年の初頭に登場しますので来年秋まで待つことができないという方はマイナーアップデートではありますが Zen3 プラスを搭載した新しいライゼンを来年前半に購入するというのもいいかと思いますまた最新の第6世代のライゼンにつきまして新しい情報がありましたら改めて別の動画でご紹介したいと思いますなお DDR5 にも対応した新しい Intel CPU 第12歳の CPU を採用したハイスペックなパソコンの販売ページにつきましては動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますのでそちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします